昭和だからね。ゴミ寝てない。キムの息を抜いて。8時45分、40分さ出勤だったら8時35分まで寝たいね。一応なんかタイムカード切ったんだ。でも精打ちとかもさ時間かかるよね。一連の流れなんしました。これからアザラシのショーを行います。はい、ではそれぞれの台につきましたら名前の紹介からしていきます。はい、さあそれではこちらのチームからいきましょう。さあ向かって右側、こちらはまこです。ありがとうございます。そしてお隣は聖子です。はい、続いてこちらのチームは右側が萌えです。最後がジャイコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこちらのアザラシたちはゴマスアザラシという種類です。全身にゴマを散りばめたような模様が特徴のアザラシです。ゴマスアザラシは春から秋にかけては北海道よりももっと北の海で生活をしているんですけれども、冬になりますと流氷とともに南下してきて、ここ小樽の海にもやってきます。今ご覧いただいているアザラシショープールの奥に見えている海にも、冬の間は野生のゴマスアザラシたちが泳ぎに来ているんです。本日はアザラシの体の仕組みについて話をしていきます。まずはアザラシたちの体の形についてです。ご覧の通り丸太のような形をしていますので、横には簡単に転がることができます。はい、さあこの形は水中で生活するのに適した形なんです。水の中を泳ぐときに水の抵抗を受けにくい形になっているんですね。さあ続いてはアザラシたちのお腹側を見てみましょう。はい、アザラシは哺乳類の仲間なので、まず真ん中におへそがあります。はい、さあそしてその下に2つ穴があるんですが、これがおっぱいです。はい、では今度はアザラシたちの前足にご注目です。ご覧の通りとても短いんですが、器用に使うことができます。今回はこちらのリングをアザラシたちに持ってもらいます。はい、では4頭持っていきましょう。はい、はい、ですね、爪の先まで器用に持つことができています。この後はこのリングをかぶります。いきますよ、これよくできました。ありがとうございます。アザラシたち餌の魚は基本的に丸飲みなんですけれども、口に入らない大きさのカレイやタコを食べるときには、今のリングと同じように前足で掴んで噛みちぎりながら食べているんです。はい、では前足を使った種目、もう一種目いきます。さあ続いてはこちらのバスケットボールを使ってジャイコがキャッチボールを頑張ります。はい、さあではジャイコにはここで待っててもらいます。はい、じゃあ待っててね。はい、ではここからボールを投げます。いきますよ、それ。見てる見てる、あとちょっとね、弾かれちゃいましたね。はい、はい、じゃあもう一回ね、いきます。はい、じゃあ同じ場所で待っててもらいます。はい、言うこと聞くよね。でも上がっちゃってるから。はい、じゃあ次は決めます。いきますよ、それ。おお。いいですね。ジャイコに助けられましたね、しっかりと前足でボールをつかむことができました。はい、はい、じゃあ次はアザラシの泳ぎ方をねご覧いただきましょう。はい、ではこちらのチームの聖子がね頑張ります。はい、はい、じゃあまずねプールに入りましょう。はい、じゃあプールに入ったらね、この後ひっくり返ってもらいます。はい、
そしてね、ボールを持ちます。はい、行ってらっしゃい。さあ、アザラシ泳ぐときはご覧の通り前足をほとんど使わないです。さあ、後ろ足をね、左右に振って泳ぐんです。さあ、そして今息を止めて泳いでいるんですけども、10分間くらいはね、息を止めることができます。お、狭いところね、多く打ってきました。いいですね。はい、じゃあそれではここまで来たらね、ゴールですよ。さあ、あともうちょっと。はい、よくできました。よくできました。はい、ではこちらのチームいきますか。はい、ではアザラシたちの陸上での移動方法にご注目です。ご覧の通りお腹を使って進んでいきます。アザラシたちは全身に毛が生えています。この毛が前から後ろに向かって生えているので、坂を登るときには毛が逆立って滑り止めになります。反対に坂を降りるときにはこの流れに沿ってスムーズに滑ることができるんです。はい、さあでは最後はジャイ子です。よくできました。はい、よくできました。